はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第82弾やっていきましょうで問題7問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで皆さんにとって必要なところだけ是非ね聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますお待ちください はい、はすいませんちょっとはいでも7番図形なんですけどまあほんとね似たようなこの形を書いてもらって書き方だけ合ってるかねチェックしてもらえたらと思いますちょっとこのまんまね印刷ができないのでよしじゃあいきましょうちなみに前回あこのね刺、えっとゅうに関しては毎週土曜に投稿しているんですけれども前回の81段皆さんやってもらえたでしょうか もしね、やってない方は概要欄に再生リスト、もしくはこの動画の最後に多分リンクが出ると思うので、そっからね、やってください。初めて全部作ったんで問題。よろしくお願いします。あ <laughs> しゃじゃあまず1番から参りましょう。これはね、もう3マイナス、マイナス6ということで、ここがね、マイナスマイナスになってますので、カッコの前のマイナスはプラスに変える。その代わり、後ろも巻き込んで符号が変わる。つまり3、3足す6に変わりますので、ここは。 9で OK と。で、次が割り算と足し算が入っております。まず計算の順序としては割り算が先ですね。こっちが先。で、9割るカッマイナス5分の1ということで分数が入ってます。なので、ここは9割り算を掛け算に変わるか、変える代わりに割り算の後ろにあったこの子が逆数。つまり分子と分母が逆になります。くるっとね。 まあマイナス1分の5になるんですけど1分の5って5だからねつまりこうなります式としてはこれ一緒ねでさっきも言ったようにまあ割り算掛け算に変わりましたけど掛け算も先にやらなきゃいけないのでこの部分計算すると9かけるマイナス5なんでマイナス45つまりマイナス45プラス4だからマイナス41とこれで OK で、3番、ルートです。で、まあ、28ですね。こいつが変形できますと。28は4、4×7 ですね。4728。4は、2の2乗です。こいつは、2の2乗。で、2乗がついた瞬間に、この2乗のアイテムを使うことによって、ルートの中から外に出てこれます。つまり、ルート28っていうのは、2は出てこれる。でも、7は出てこれないから、残ってもらって2、2ルート7に。 変形がでできるるとであとあ後ろに元々いたこうなるちょっと狭くなっちゃったけどでルートが揃えば足し算引き算ねルートはできますのででここ書かない本当は書いちゃダメだけどルート7の前には 1, 1隠れてるからねつまり1ルート7って考えると2引く1だから1でルート7は変わらないから1ルート7つまり答えはルート7こうなります。いいかな そして、まあ、ここから図形やら何やら始まるわけなんですが、まずは、扇形から行きましょう。で、扇形。こういう形で、まあ、扇の形ですね。で、この子は、もともとね、えっ、ー、と、ピザとかケーキを想像してもらえるといいんですけど、まあ、ホールケーキにしましょうか。こうね、丸のホールケーキがありますと。で、これを切ったやつね、ホールケーキを。つまり、えっ、ー、と、ちょっとね、今日はケーキをいっぱい食べたいと。 こうやって円の一部なのが扇形です。いいかな。で、扇形は面積。これ、ね、今回面積出てないけどね。面積かもしくは個。今回こっちが出されてます。で、個はどこかっていうと、ここのことです。ここ。この長さが個。いいかな。で、ちょっと話が長くなって申し訳ないんですけど、セットで覚えてほしいので、皆さんは小学校の時に円をやってます。円。で、円にも、面積と、 円周、円の周りね。の公式をやってます。一回ここで、ぜひ復習しましょう。円の面積と、えっと、円周の公式。まず、面積は、半径2回かけますね。半径かける、半径かける。で、三、まあ、3.14だったんですけど、中学は π になるので π になります。円周りですね。円の面積は半径かける、半径かける π です。じゃあ、円周。外のこの周りの長さです。周りの長さは、半径じゃなくて直径使います。直径かける π と。 これが円の公式。いいで、なんでこんなことやったかっていうと、結構扇形の公式忘れちゃうって子がいるんです。で、その時に、これを覚えてれば忘れないです、絶対。いけます。だからこっちを覚えといてっていう、よく。なんでかっていうと、これ扇形。さっきも言ったように円の一部なんですよ。だから、丸々ね、これ使うんだわ、そのまんま。だから同じ面積から行きましょう。円の面積は半径かける半径かける π でしょ使うんです。 半径かける半径かける π よ。まあ、よくね、中学の公式は r とか使うと思うんだけど、今回ちょっと日本語で書かせて。い半径かける半径かける π。で、そこに、これがくっつきます。360分の a。a って何っていうと、これ中心角と言います。中心角っていうのは、扇形のここの角度のことです。ここ。これ中心角、a です。 つまり、円がね、ちょっと難しく感じるかもしんないけど、円って一周が360なの。360度全部でね。360度のうちのこの角度の分だけ切り取りましたよねって、まあ、比を考えてるんだけど。つまり、円の公式に360分の A をくっつければいいんですよ、と。だから、<laughs> じゃからって。だから、今回円周ね。円周って周りのことじゃないですか。ここ、一周の周りね。で、個も周りの話でしょ。だからちょっと名前が変わってるけど、 周りの話周りの長さの話は一緒。だから、公式も、そっちの円周の直径かける π は使うんだわ。で、隙間が空いてますと何かもうね、予想つくでしょう。さっきと同じ360分の a をくっつければいいだけです。扇形の公式はね。だから、円の公式をまずしっかり押さえましょう。そこに360分の a をくっつければいいじゃんって。 それで扇形の公式は完成するからね。ぜひこういう風に、もしね、普段からちょっと大型の公式苦戦してる方は思い出すときに使ってください。じゃあね、問題解いていきますが、今回は、こ、AB。まあ、このね、この長さ。つまり下です。使うのは。で、これは半径ね。円ちょっと書けないけど、ここ本当は円がこうやってあるからさ。こうやって左にも。つまりこれ半径だから直径は18。 分の中心角は60度だから60とで、このね、中心角に関してはだいたいここうまく約分できるようになってるから。これ60で約分すると1と6になります。で、6がね、またここ18と約分できるので、残ったのは 3π と。いいかな。これで終了となります。ぜひ公式もセットで覚えておきましょう。 で、次は、度数分布の問題です。えっと、度数分布表ちょ、書くの大変だったんで、あの、編集で出します、この辺にね。で、この度数分布表の、から見て、今回は、えっと、度数が最も多い階級の相対度数を求めます。で、まず、度数が最も多い階級、どこって言われたときに、これはね、もう人数が多いところです。つまり、20人いる、えっと、210センチメートルから230センチメートル。 のところだね。で、ここに20人います。これが大事。20人いるんだよ。いいかな。まあ、人数多いところチェックはまあ大丈夫よね。で、問題は相対度数の出し方です。で、これは覚えよう。い覚える。どう出すかっていうと、今の人数いましたね。度数です。その人数を全体の人数で割ります。今80人だからね、全部でね。実はこれだけです。これだけ。ね、これはもう筆算。 していこうか20割80万。ロ、まあ、切っちゃってよかったな。ないから 0. 点から始めて2で160引き算して400残るから5がつくと。つまり0.25ですよね。0.25。これが答えです。相対度数。これね、あのまあ出し方はね、まず覚えてほしいんですけど相対度数。人数確認して、その度数割る全体ね。い度数割る全体が相対度数なんだけど。 結構やりがちなミスするのが、これね、答え25%って書いたりするんだよね。つまりこれに100かけるんですよ。で、100かけたのは確かに25%になるんだけど、結構ね、この25って0.25のままじゃなくて、かけちゃう子が出てくるので気をつけてね。相対度数は1超えないですから。1がマックスなんで100。100%が1だからね。だからもし今回80人がさ、えっと、何やったんだっけ立ち幅跳びか。やったじゃん。 80人やって、80人がここに入ったとするじゃん。全員。その時は相対度数が1なのよ。マックスになります。でも、相対数が25とかなること絶対ないので、いい問題でね。ただからこういう風うに覚えておきましょう。さあ、あと2問です。次は y、y コール 3x。この子に平行で、で、これを通る直線の式を求めなさいと。で、まずね、えー、直線の式求めろと。 言われたら、まあ、今回の問題だけじゃないよ。直線の式って言われた時に、もうある式がね、頭の中に思い浮かべるようになってください。それは何かっていうと、y イコール ax プラス b です。もう直線と言われたらこれです。いいかなこれが出てくるように。で、ここは、ま、a と b には名前があってさ、これは、え、傾きとか変化の割合っていう名前があって、この b は切片って名前があります。で、このね、 平行の問題に関しては、今回ちょっと楽なんだけど、大体の問題がね、ここにこういうのがついたりするのよ、本当は。y イコール 3x プラス5に平行で、今回ついてないんだけどね。一応さ、よく出てくるからちょっと隙間空開けて書かせてもらったわ。よく出てくるのはこっち。y イコール 3x マイナス4に平行とか。だけど、平行っていうのは何が言えるかっていうと、傾きが同じって言ってるの。傾きが同じ。 つまりね、ちょっと今回、あの、表はない,ないけど、y コル 3x っていうのは、傾きが3だから、まあ、こういう直線なのよ。3x っていうのはね。1行ったら3上がるって意味。い1行ったら3ずつ上がっていくのが y コル 3x。で、それと、平行ってことは、どこにね、いるか分かんないけど、この斜め具合は一緒なわけよ、全部。傾きってやつ。だから、斜め具合が一緒ってことは、この3ずつ増えますよ。つまり傾きね。 は、同じになりますと。だから、あなたが今から求めたい直線の式の傾きが、い傾き、ここ、が3を使ってどうぞって言ってくれてる。つまり y、y コル ax プラス b って普通始めます。始めるんだけど、平行っていう言葉が入った瞬間に、あ、今から私が求めるのは y コル 3x ってやっちゃっていいんだって。傾き一緒だから。 まだ、でも B は分かってないから、まあ、こういう状態ね。まだ。いいね。平行ってきたら、傾きが同じです。こっちは使えません。こっちじゃないよ。こっちね。3x プラス B の3が同じだと。で、今回の問題に関しては、もうね、多分解けた方は、そんなやんなくていいじゃんって思うと思うんだけど、一応、あの、王道のパターンね。こうなった後に、ほにゃららを通るって言ってくれるの。で、これはこの問題だけじゃないけど、えっと、座標の問題で、ここを通るって。 言われたら、代入 OK なんだって思って、代入していいんです。これは、左が X 座標、右が Y 座標って言います。つまり、X のとこに0、Y のとこに2を入れていいよって。今これのね。つまり、Y に2、X に0を入れると 3×0 で0になっちゃうんだよね。で、プラス B ってなります。つまり、これ B は2ってわかりました。 つまり出したかった直線の式の B は2なんですって。A はさっき3って分かったんですって。つまり出したかった直線の式は Y イコール 3X プラス2と。これで終了となります。でね、なんでさっきそんなことしなくていいって思われるって言ったかっていうと、これ0に通るって言ってんのよ。0に行って、X 軸 Y 軸あった時に0の2だからこの辺でしょ ?0 の2ってここね。 で、これがまあ3ずつ増える直線の式でこう通るっていう話をしてるんだけど、この B ってさっき言った切片って名前なのよ。切片って何かっていうと、Y 軸とぶつかってるこの座標のことなの。もろに2なの。だから、これ書いてる瞬間に、あ,あ、B が2じゃんってわかるから、こんなことしなくても、本当は入れられる。B が2ってわかる。A が3ってわかるから、言葉読んだだけでここにたどり着くこともできるんだけど、 こういうふうにすぐたどり着ける問題の方が珍しいから、基本的には代入して計算するっていうのが入ってくるので、ぜひね、えー、平行って言ったら傾きが使える。ほにゃららを通るって言ったら代入 OK なんだって、このパターン覚えておきましょう。で、ラストがボスです。折り目ですね。 えこういった形があります。まあ、四角形がね、あった時に、今、B と D を重ねたいと。で、BD どこかっていうと、ここね。これが B。ここが D です。これを重ねたいんです。折ってね。で、その時の折り目。で、折り目が、ここにぶつかるやつを PQ ってしなさいって問題なんだけど、まあ、折り目が分かればいいと。で、折り目の問題って結構出てきやすくって、作図とかでもね。で、これはでもね、楽で、折り目ってもう決まってるのよ。書き方が。今、ここに書いてるポイントね。 重なる2つの点のほにゃららを書くと。何書くかっていうと、こう作図の問題でさ、いつも話をしますけど、中学で習う作図の技って主に3つしかないのよ。3つをどう使うかって話なのね。合ってる合ってる合ってる。ててる <laughs> そのうちの1個。それが垂直二等分線です。だからもう折り目って言われたら、その重なる、ごめん、重なる2つの点の垂直二等分線書いてくださいっていう。 それだけです。これだけ。で、どうやるかっていうと、まあ、これ定規で書かなくてもいいんだけど、一応書こうか。つまり重なる点っていうのは B と D だよね。B を D に重ねたいんです。でつまり、ここを、これはなくてもいいんだけど、一応定規でこうみんなつなげます。つなげて。で、ちょっとこれ用のコンパス持ってないから、フリーハンドでごめんなんだけど、まずちょっと広めに大きくコンパス開きます。コンパス開いたら、ここに刺します。 刺して、刺して、シュってやって。そうすると、んーとね、こんな感じで残るかな。で、その幅を変えずに、変えずに、こっちにも刺して、同じようにシュってやります。シュってやると、ま、あこんな、いや、絶対こっちに寄ったわ、今。これ振り幅むずいな。この辺かな。こうなる。だからね、幅を変えずに、こっちからとこっちから。で、そこの交点が2個できるじゃん。そこを定規で結びます。 定規で。だから、ここを定規で結べば垂直二等分線完成なんだけど、今、折り目の話をしているので、まあ、全部つなげんでも、まあ、ここ点線とかにして、ここかな。この部分が折り目になると。ここです。それ折り目はこれで完成。いいかな。で、今、えー、っと、AB にぶつかるのが P だから、ここ。あ、ごめん、ここが A なのよ。ここ、えー、っと C だからね。 AB にぶつかここを P。ちゃんと書くんだよ。で、ここが Q。これまで書いて、これで正解になります。いいかな。で、今回ね、ちょっとこれ言われてもさ、ピンとこない方もいると思うんで、作ってきました。久しぶりにね、こういうやつ。映ってるかなちょっと明るかったら見にくかったらごめんよ。こ,こはね。で、これは全く同じサイズです。ここから取ってるから。全く同じサイズで。なんで垂直二等分線を書けばいけるかっていう説明をちょっとします。薄くてごめん。見えるかなこうなってる。 これさ、今ここね、左下が B ですわ。で、ここが D なんだけど、ここをこう折ったんです。こういう状態。いいこういう状態よ。ちょっと画面暗くしてるかも。ここだけ見やすいように。こうなってんだけど、出した時にさ、ここが重なるってことは、このね、結んだ線の中点、半分からさ、この距離、ここの距離とこっちね、ここの距離とここの距離が同じじゃないと当然重ならないでしょ。こうやって。つまり、ここのね、 結んだ線をちょうど半分にする線が欲しいんだ。中点の星。で、中点を書くと、これ中点を書くときは垂直二等分線使うからさ。そうそう、これ垂直二等分線書いたことによって、ここの、こことここの長さ同じになってるから。いいか、こっちの紙でも書くか。このね、紙の、ここと、ここの長さが一緒になってる。こうやって、重なったとき一緒になるからね、こうやって。 だから、えーとえーとえー、と折り目を書く時には垂直二等分線を書くことによってこうやって折り目がここね斜めの線が完成します今で言うとここ、うん、ここが P でここが Q <laughs> 見にくくてごめん、まあ、こんな感じになってますこれが、まあ、こうなったよっていう一応貼っとこうかいいかな ま、もしね、あの、余裕があったら、みんなも実際にこういうね、形、ちょっとぴったり測るのは難しいだろうけど、こういった形で測ってみて、実際折ってみるといい。いらない紙持ってきて切ってやればすぐできるからね。ぜひぜひ試してみてください。で、この今回垂直二等分線やったんですが、あとが垂線、二個目がね。垂線と三つ目角の二等分線です。で、作図は何度も言うけど、この三つの多さだけなんです。だけ。 で、それをどう使うかっていうところがポイントなので、もしね、作図の部分がちょっと不安な方は、作図の授業を普通に撮ってますんで、で概要欄に貼っておきますんで、そっちもぜひね、見てもらえたらと思います。では、えー、今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週の土曜日に趣旨の83回撮りますので、ぜひそっちの方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。